本社の向かいにある高知放送南間株式会社高知放送は高知県を放送対象地域とした中波放送事業とテレビジョン放送事業を兼営している特定地上機関放送事業者である。略称は旧社名ラジオ高知から RKC ホームページ等では RKC 高知放送と記載されている1953年に ラジオ局として開局し、1959年にテレビ放送を開始。ラジオは JRN 系列と NRN 系列のクロスネット局で、呼び出し符号はジョーザー。テレビは日本テレビ系に属している。テレビ局の呼び出し符号はジョーザー DTV。系列新聞は高知新聞。この新聞社との資本関係が非常に強く、社屋も共同で使用している。また、 RKC ニュースなどの報道で特に深い関係にある。高知新聞グループで39.09%所有する実質的な親会社であるため、日本テレビホールディングスが第2位株主ではあるが、読売新聞グループとの関係は薄い。マスコットキャラクターは RKC。企業、団体は当時の名称。出展。 1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日。なお、FM 保管中継局用として 90.8MHz が割り当てられており、2020年2月10日に、テレビの親局と同じエボ資産送信書に開局。放送内容は、AM と同じ。 現在の番組の詳細は、公式サイトのラジオあるいはラジオ番組表を参照。自社制作番組ネット、番組自社制作番組平日午前、平日午後、平日夜、平日深夜金曜日土曜日日曜日その他,他ネット、番組 FM 高知開局前に放送されていた、東京 FM 制作の番組ほか現在の番組の、詳細は、公式サイトのテレビあるいはテレビ番組表を参照。 自社制作番組日本テレビ系列番組太字は、同時ネットテレビ朝日系列番組太字は、同時ネットテレビ、東京系列番組太字は、同時ネット、民間放送教育協会企画番組自社制作番組、他テレビ朝日系列番組他テレビ、東京系列番組他富士テレビ系列番組他、TBS 系列番組他機関局中継局、 美光日本テレビ系列局のリモコンキー、ID 地図アナログ放送2011年7月24日、低波時点機関局中継局、男性女性男性女性。ありがとうございます。